今第1ラウンドのゴングが鳴っています。青いグローブ黒いトランクスがハードヒットパンチを持ちます。山崎陽一、それに対して赤いグローブ松倉慎太郎、ユースグランプリ2012の70キログラム級のチャンピオンです。さて中村さん、その個性なども含めて楽しみな中量級の上位対決になりましたね。そうですね、今大会すごく興味深いマッチメイクたくさんあるんですけど、個人的にはこのカードがちょっと注目しているカードですね。やっぱり70キロ今年に入ってクラッシュすごく盛り上がっている階級ですし、その中で本当にこの勝った方ってすごくタイトル戦線にも絡んでくると思う、そうすごく重要な一戦だと思うんですよね。はい、そういった意味でも楽しみですし、このキャラクターが2人と違うところも、試合をこう面白く見る意味でポイントかなと思いますね。あまり多くを語らずに強い打撃を持っている山崎に、松倉は21歳、そのいわゆる現代的なというか、そうですね、結構2人がこう歩んできたキャリアも対照的で、山崎選手は結構中国とかモルドバとかいろんな国にこう海外遠征しながら、こうみんなが知らないところでもそういったこう経験積んで確実にこう強くなってきたタイプで、逆に松倉選手はこう K-1 甲子園とかそういった注目されている舞台で、勝ち負け繰り返しながらここまで来たっていうところがすごく興味深いというか、なんかドラマがあるなっていうのを感じますね。全くですね。古井牧選手に2人の魅力を含めてお話伺いましょう。山崎は一発が強いですね。そうですね、日本人離れしているというか、ロシア人みたいなのも上半身しますよね。打たれ強いしパワーがあるんですよね。で松倉選手は全体的に体がすごく例えば 100m を走らせたらすごい速そうな瞬発系もあるし、そういうのは体持ってますよね。何かその積んでいるエンジンの排気量が大きそうな、今こう見てて松倉選手やっぱり左にこう回ってうまい形で自分の出しやすいこう位置に立ってるんですよね。山崎選手はどちらかというと前に前に出るっていう、それを松倉選手は左に変わ今ずらしていきながらうまく戦っていくっていう、ずらしていきながら、だからいかに山崎選手のパンチに付き合わずに自分の蹴りとか、当てていくかっていう、松田選手どちらかというとポイント制の戦い方を今してるかなって感じがしますね。これはダウンではありません。表情は冷静です。2人ともそうですね。ワンツーのパンチから左、山崎圧力は相当強そうですが、それを外してという第1ラウンドの松倉、こちらは山崎です。まだ打ち合わず、ここはああいう攻撃で、しのぐというか、まずはこう距離を測るというか、そういう段階だったかなと思いますね。なのでこの2ラウンド以降でそこからまたどんどん試合展開動いていくと思うんで、そこ見ていきたいですね。まず第1ラウンドはポイントをという小藤巻選手のお話もありました。赤いグローブの松倉、そう対して、2人の足の使い方を見てると山崎選手って前、前に、前にっていうじり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 前なんですね。で松倉選手は距離感をうまくパンチが当たらない距離感を取りながら左を回って左を回っていく、左足と右足があったら、この真ん中に相手を入れたら常に入れてるっていう状態が一番強いんですよ。先ほどの匠選手もそうなんですけど、1ラウンド目にそれをやってるんですね、ちゃんと。その中で自分の根拠を出していくっていう、松倉選手がちゃんとそれを今やろうとしてますよね。確かにその小刻みに足を動かして設定しているのが松倉の方に見えますね。だからへその位置を相手にずっとこう向けていくっていう、それがしっかりできている人っていうのはやっぱり自分でも攻撃的に走るんで、それをちゃんと松倉選手取ろうとしてますよね。もらわないようにしながら、山崎選手はどちらかというとまっすぐまっすぐっていう、それがまあ距離感というか間合いの取り方が勝ってますね、松倉選手は。古井牧選手、その構えがいいファイターは強いというお話以前もありましたけれどもね。おお、左ボディ、左でコントロールしていくというのは、この辺りの蹴りも中村さん、松倉がいろいろ見せてきましたね。そうですね。おお、このボディ打ちもちょっと下がりましたね、山崎選手。ちょっとボディ攻めちょっと嫌だったんじゃないですか。明らかに様子が変わりましたね。そしてその強打という点では山崎クローズアップされるんですが、ここまで16勝 10KO、
中村さん、松倉の方も10勝7 KO なんですよね。まあ、お互いやっぱ倒せる武器がある2人ですよね。山崎選手なんか本当自分でも言ってたんですけど、拳がなんかでかいらしいんですよね、他の人より。まあ、そういうのが持って生まれた強さっていうのもあると思いますね。そのパンチ見せたいんですが、蹴って回る松倉、さらに左インローです。山崎は前回の試合は2月のガリュー新郎戦2ラウンド KO 勝利。やっぱりパンチでした。今ローキックをカットします。山崎選手はこのままだとポイント取られていっちゃいますね。はい、このままですと松倉、さらに松倉の方も欲が出てくるでしょうね。このペース、このボディ打ち、このペースやっぱり山崎選手変えるためには、はい、攻撃された後、受けた後必ず何か返してあげなきゃいけないんですよね。それが蹴られて終わる、蹴られて終わるって形になってしまうと、はい、ペース取られちゃうんですよ。今自分から前に山崎聞きましたね、この後ですね、返さないとペース取られてくるんですね。この後もですよね、食らってから、さらに前に出たい、ポリーザー、これも得意です、松倉。やっぱりポイント取ったりとかペース取られてない選手っていうのは後の攻撃をちゃんと返すんですよ。右のまぶたが腫れていますが、今大富士進むトレーナーから顔面を張られました。シルバーウルフ山崎陽一、バンゲリングベースプリット松倉慎太郎、さあ70キログラム級の上位対決、現在チャンピオンは木戸康弘、最終ラウンド。まあ、今のクラッシュの70キロでいうとやっぱり木戸選手とあの佐藤芳生選手がやっぱ2人抜けてて、それ以下はこう結構みんな同じぐらいの位置にいると思うんですよね。山崎、はい、出ましたね、はい、なるほど、そこにここでどっちがそこから一歩抜けてるかですよね。大手をかけようというパンチ、はい、ラッシュで山崎、そしてそれをずらして外して膝というのが松倉です。小入巻選手、どう一番楽しみにされていますか、このラウンド。うん、やっぱりあの松倉選手頭がいいなと思うのが、山崎選手の打ち合い行ったら絶対負けるの分かってるんで、打ち合いは絶対行かないぞと、これもこの戦いで、いいですよね、はい、山崎選手は逆にもうあのいつもの持ち味、はい、この一発当ててやろうと、その気持ちで言ってる、まあ、差が出てますよね。強いパンチがありますが、ボディ打ちは松倉、赤いグローブ、さらに前蹴り、そうですね、その戦い方が違うというところも中村さん、はい、これ面白いですね。そうですね、お膝、あと松倉選手は今押して前蹴りで距離取ったりとか、ちょっと小技もやっぱ効いてますよね、はい、おボディ打ちを返すのが山崎、しかし赤いグローブの松倉、ここも自分から左、左ミドル、これが強い。さあ小栗巻選手、山崎がまたさらに何か攻撃を返したいところでしょうね。松倉選手足使うっていうよりもどちらかで出てきましたね、あ松倉の方が、はいはい、だからある意味チャンス、山崎選手、第2ラウンドも有効な攻撃がありましたが、この打ち分け、おおストレート、パンチで位置を入れ替えての山崎なんですが、松倉位置を変えて左ミドル、チラシがうまいですね、中段の蹴り、ここでブレイクの声がかかりますが、松倉前に出る左の蹴りは、さらにパンチは山崎、ボディ打ち松倉、顔面へのパンチ山崎、それでも負けたくないというところか、しかししっかりと内訳があるのは松倉の方か、小入巻選手パンチもありますが、松倉ミドルもいいですね、松倉選手はもうチラシがやっぱりうまい、ただ山崎選手の一発が入れば松倉選手 の顔もやっぱり後ろに動いてますよね、有効打はあるんですよね山崎、パンチやっぱ重いですね。しかし上中下の内訳、おー右アッパーも山崎あるんですが、それに対してここで引きたくないのが松倉、中村さん、はい、共にいい攻撃ありますね。そうですね、まあ、すごく苦しい展開だと思うんですけど、左、おお松倉パンチでも松倉、左右山崎も返しますが、さらに松倉、おお右が強い、一瞬体が流れましたが松倉前に出てくる、引きたくないという気持ち共に出しました。小入巻選手、今うーんとうなずいてらっしゃいました、どうですか。いや松倉選手やっぱりあの1ラウンド2ラウンド作戦通りの動きをして、最後まあ余裕があったのか、もう最後ポイント取りに来ましたね、そんな中でも強い打ち合いを見せてくれましたね、山崎選手の一発がやっぱりありますね、その怖
さがあります山崎。ただやっぱりスタミナにあの余裕があると打たれても効かないという状態になるので、松倉選手その辺の余裕もあったんでしょうね。1ポイント差、松倉1票取りました。ジャッジかかず29対29ドロー。おお、2人目はドローです。注目の3人目です。ジャッジ勝本30対29、赤松倉、松倉慎太郎勝者です。判定は2対